しかし、さっきのさくらちゃんの幻影といい、不気味すぎだってばよ、この城。あっ、ん？どうした、ひなた。あそこにいる人って。近丸？いや、その前に。ひなた、あいつってば本物か。白眼。チャクラがない。あの人も幻影みたいだよ。そうと分かれば、手加減なしでいくってばよ。着いたぜ。また出やがったな、この幻影め。待って、ナルト君。アーク、なんで止めんだよ。この二人は本物だよ。え、なるほどな。で、あんたは私たちを幻影と間違えて襲おうとしたわけね。まったく、ごめんなさい。なんで二人がここに来たの？ああ、どっかのバカが勝手な行動を取ったんで、五代目からフォローに向かえって言われたんだよ。うん、視線が痛いってばよ。それにしても、師匠が言った通り、とんでもない城のようね、ここは。え？ばあちゃんが何か言ってたの？あんたが一人で城に向かった後、師匠が教えてくれたのよ。この城は霧姫と呼ばれる悪霊が支配する城で、侵入した者の記憶を読み取って、それを幻影として生み出す力があるんだって。俺たちの記憶を？そう。でもね、大変なのはそこじゃないのよ。え？どういうことだってばよ。この城は根付いた場所に生きる者全ての生気を吸い取って、その土地を壊滅させる能力があるそうなの。聖域？お前の自慢の体力とかそういう類のもんだ。じゃあこの城があるとみんなの元気がなくなっていくのかよ。そういうこった。まあ、この城には先に常人たちが入ってる。すぐに攻略してくれるはずだぜ。そうそう、城のことは常任クラスに任せて、私たちは出口に。そんな危険な城建てられて黙ってるわけにはいかねえってばよ。絶対俺が木の葉を救ってやら。やっぱこういう展開になるのかよ。さくらちゃん、しかまる、ひなた、力を合わせて俺たちの里を守ろうぜ。おいおい、勝手に俺をメンバーに入れんなよ。よっしゃ、行くぜ。聞いてない。うわ、なんだこの部屋。モヤモヤ
して気持ち悪いってばよ。やっぱり無限城の内部は空間が不安定な場所があるみたい。空間が不安定ってどういうことだ、さくらちゃん。これだけ大きなものを口寄せするのは無理が生じるって話よ。この城はその全てを口寄せできてるわけじゃなくて、主要部分以外は空っぽの状態になってるみたい。空っぽだったらなんか困るの？空っぽだと通ることが困難になるの。そこに部屋もなければ道もないんだし。じゃあさ、そういう場所ってはどうやって通ればいいんだよ。そこで役に立つのが五代目からもらったこの口寄せの巻物だ。口寄せの巻物？ああ、これを空っぽの部屋で使うことで部屋を口寄せし、無理やり道を作るって寸法だ。こういうつうかなんつうか、ばあちゃんが考えそうなアイデアだってばよ。とにかくこの巻物を使えばうまく無限城を進めるのよ。いい？